なぜ軍人を嫌う？なぜ軍人を嫌うんだ？理由を言え！ここをやめてファーレンスで踊りませんか？冗談やめて。一流クラブがダンサーを置くわけないわ。男の相手をするダンサーではない、フロアショーのダンサーだよ。あなたは踊るために生まれてきた女だ。私にはわかる。には日本人の魂はないのか？私はダンサー。日本人の魂はないけど、ダンサーの魂ならあるわ。おい、チップだ。あなたのテーブルにはついてないわ。つかなかった幸運にチップを置いてくる。金で自分の方を振り向かせようなんて最低の男。最高の男。渡月商と張り合ってこんなチップを置いてくなんて最低の男。最高の男。マルモゼル、マルモエラ。とてもこう色濃い人間ドラマになっているので、妙子自身が、たくさんの人と関わって、一人の人間として成長していく様っていうのをお伝えしていきたいなと思っていますし、とにかくこのマヌエラという作品をどうやったらより面白くなるのか、どうやったらこう今の時代を生きている、全てのお客様がご覧になった時にワクワクしていただけるものになるのかっていうのを本当に千葉さん筆頭にスタッフ、キャストみんなで作り上げてきたんですよね。どの瞬間も必ずやっぱり誰かがこう隣にいたりとか舞台上にいるっていう、そのなんか人間の体温というかそういうものを感じながらやっていけるステージなので、皆さんの胸を借りながら妙子として思いっきり暴れ回りたいと思いますし、それができたらいいんじゃないかなと思うので、主演ではありますが頑張るということで、ね、自分も楽しみながらやれたらいいなと今思ってます。これが2作目の舞台ということで、ちょっとね怖いなっていう部分もあったんです。やっぱりその一発勝負のところの世界で、その怖さも少しずつ取れてはきてるので、今はその緊張感を楽しみながら、まあ、こうやって、お客様の前でやらせていただくという楽しさもありますので、どん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 やっていきたいな。このドストレート舞台の独特な雰囲気はちょっとやみつきになりますね。スタッフもしっかりしてるんですよ、ものすごく。そうですよ。いや、他の舞台はしてないって。少なくともパックマックの関係者みんなルーズですよ。だってこういう囲み取材とかね、パックマックの単独ライブでもすごい大勢来たんですけど、写真が全員一眼レフっていうのは初めてですよ。今の時代スマホですよ。大体20何年ぶりの日本に来て初めてのど真面目な舞台なんで、笑わしてごまかすことができない。そのリアルな芝居に挑戦するのも、これもまたちょっと自分の中で眠ってたなんか感情とか衰えてた筋肉もう一回鍛え直して、すごく楽しくなってきたんですよ。本当にやみつきになって、まあこの先もぜひやらせていただければと思うんですよ。いよいよ初日が迎えられるかなというところまで、来ることができて本当に嬉しく思っています。きっと楽しんでいただける作品になっていると、ハードル上げていきますが楽しんでいただける作品になっていると思います。心を込めて、演じてまいりたいと思いますので、どうぞ、楽しみにいらしてください。お待ちしております。